公益財団法人東京タクシーセンターとは、東京都江東区南砂の7丁目3番3号に事務所を置く東京都知事認定の公益財団法人。略称は TTC。タクシー業務的成果特別措置法に基づき、公正中立な第三者的立場から、東京指定地域に事業所のあるタクシーのサービス向上と利用者の利便確保を行う。 1970年5月19日にタクシー業務適正化臨時措置法が施行されるのを前に財団法人東京タクシー近代化センターとして1969年12月24日に設立された。2002年2月1日、タクシー業務適正化臨時措置法がタクシー業務適正化特別措置法として高級化されたことに伴い、同年4月1日、 原稿名に解消された。略して、タクシーセンター、タクセンと呼ばれることが多い。解消前は金銭と呼ばれていた。タクシー運転手の間では、タクシーセンターへ上がったクレームのことを、タクシーセンターに解消された現在でも、金銭問題と呼んでいる。その他、有料運転者の認定や、事業者の格付け、地図の編集、出版、タクシーに関する広報、 調査等を行っている。タクシー業界用語辞典、タクシーサイト2009年4月5日閲覧。ありがとうございます。